これどういう軌道で動くの？おーおー、これ完全に読んでますね、これ死ぬんだ、しかもあれ爆発しましたね浮くわ、もう解除が大事なら、やっぱり、うん、なんでしょう、おー、出たこれ、ちょっとまた何か、おーキムブラなんだよなキムブラねさあ、エイムジョーカー VS ゲット村人、いつものカラーで、うん、初めてここ来たんですけど、はい、大丈夫ですか、僕はここに来て。あー、もう全然 WA さんね、好き放題喋ってください、もう楽しみでしょうがないんですよ、僕、はい、あんまり動画勢なんで、うん、あー、このコードぬるいなみたいなの見るのがね、本当に大好きやっぱりね、これ一番面白いのは人が勝った時、負けた時の顔とか、ね、顔なんだまあね、あのスイッチングねできるんでね、そのあたりにも注目していきたいですね。あ、結構早い段階でハルセーヌが、あー、シャビー見ましたからね、うん、そうですね。さあ、竹横 B、 さあ、村人を使ってたんですけど、はい、めちゃくちゃ窮屈なんですよ、このキャラ。うわー、やっぱり下 B 反射されるキャラにめちゃくちゃ窮屈だったり、はい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 、足が速いキャラに窮屈だったりで、うん、やっぱり村人本当に大事なのは、ハニワを出させるか出させないかで、うん、絶対村人は本当に無限に喋れちゃうんですけど、はい、村人本当にハニワを出せる村人は最強キャラで、ハニワが出せないキャラ村人はもう最弱キャラになっちゃうなるほどね、横 B の有無で大きく立ち回りが変わってくると。だから横 B 見えた瞬間に殴るのがしっかり大切 で、はい、で殴れないともう掴みの二択が常に飛んでくるキャラなんで、うん、危ない危ない、ダウン連がありそうでしたね。うおー、その場回避したスマー。本作、前作は埋まったらなんか全然飛ばないから上スマしか飛ばなかったんですけど、はい、だからもう横スマで飛ぶようになっちゃったから、うん、俺関係ねえみたいなどんだけ強い技になっちゃったのこれって。意外と全然使ってないですけど、はい、みんな下スマもっと掘った方がいいそうですね、生きてますね、下スマしかトレンド、とんでもなく強いですよ、あれ。さあ、下スマに戻って、でジョーカー、やっぱバーストできないと、そうですね、ジレ貧になりがちというか、そう、ハルセーヌいい時にバーストできなかった時も、うん、あと 何周分この世を頑張ればいいんだみたいな話になっちゃうから、うん、ここでただ優勢と、はい、宇都選手がね、本当に飛びも落とすし、地上のね、横の差し合いの接近もパチンコで阻害する人、非常にうまい、回避も許しませんからね。はい、評価大事ならやっぱり、うん、なんでしょう、おー、出たこれ、ちょっとダメだよダメだよこれ出ましたね、やっちゃったよこれ、はい、前作は、うん、ああいう弱じゃなかったんですけど、はいはい、この作からああなっちゃって、ちょっとそうですね、お互いにいいこと悪いことやっちゃうから、はい、お互いにやられてますからね、うん、フォックスもやるし自分もやって相手もやって、木が背中側にあるとね、そう、自分が後ろに下がらなくなるからノックバックがなくなって無限に百裂が入ると、本当悪いキャラだなこれさあ立ち回り、うん、やっぱりジョーカーの、アルセーヌ出てるときにいかに時間を無駄にできるかっていうのはかなり大事で、うん、そこで村人かなり下がりながら戦えるっていうのは、はい、かなり対ジョーカーのアルセーヌっていうのは確かにちょっといい可能性がありますね、うん、こんな感じでやっぱり全部やり過ごしてます、はい、バーストに繋がったシーンが一切ないんで、今のとこノーマルの上スマしか倒せませんから、うん、アルセーヌの相手も全然出てないですね。おー、クマ一段から下スマし狙っていくけど、シールドが間に合ってて、上火で1回タイミングずらす。さあ、でも、ああ、本当にライン詰めた時のジャンプ読みが綺麗ですね。定時代謝が効いてるって言ってますよ。確かにそうですね。なるほど、定時代謝してないとスマパにね、出れない。あ、でも、この人定時もない。今最強の人間ですからね、ケフトさんはね、敵の人で。そういえばそうだったわ。じゃあ定時って何なんですかね。ステージは聞いてなかったですね、特に。さあ、シャビー食べに行く。シャビーが欲しがってますね。うん、さあ、マスターパーセント有利。まあ、割と村人のパーセントを貯めて飛ばしてくる正統派のファイターっちゃ正統派のファイターなんで、2回こう飛び道具に対して反逆取って、2回アルセーヌプランを、2回アルセーヌプランやる、はい、ちょっと狙ってるかもしれないですね。30ダメージ払って2回打って、それ以上のリターン手に入れてやるよ、うん、そういう感じですね。村人は本当に正統派、スマブラ4で
かなり正統派ではあった、はいはいはい、まあ、不規則で倒してるんだから上投げでも何でもなく不規則で倒してるからラインを詰めて倒してるんですけど、うん、って感じでやっぱり割とハートケントさんが上手いのはやっぱり結局スマブラ力が上手いんですよね、うん、だから他のキャラで使っているチェーンがないんで、はい、村人局ではあるんですけどバーストそうなそういうパーセントで本当に倒されないっていう、うん、はい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 、こういうバーストもしっかりしてるんです、ね、はい、本当にライン詰めた時に的確に倒してきますね。全部今のも崖きついよーって言って2段ジャンプしたらクリスしちゃったーって、うん、でしかも3で運も良いと、うんうん、あーっこれは移動回避の暴発ちゃいましたね。これまたこれは圧ですか。また焦らせてますね、はい、ここで空下されて事故らされたら人生終わるなりで、うん、それでやっぱり焦って返しちゃったと、はい、思い切りのいいダッシュつかみも通って大経由コンボも回復取って、うん、倒せないと苦しい。ここでいいガンを拾いましたね。何だなんだこれ。これどういう軌道で動くの。おお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 お誘ってんだけど一本読みで深いなぁ。でも本当にね見えない発生してたんですけど、エムさん取られた時からもうこれ狙ってねえ反射で倒そうっていうプランが頭にありましたね。これね絶対 B ボタン押すんだよなって、完全に読んでますねこれ死ぬんだしかもあれ爆発しましたね浮くお前もうありますねこれは。もう撃墜してる。ちょっと横火の話したらもうある感じになってます。嘘でしょこの男。もうないなみたいな感じでちょっと見てたんですけど、うん、ありますねこれ。何で M さんかこれ、はい、まあ、さあ避けて空への暴れ。危ない危ない。さあガード削られる。さあ結局にダメージ稼いでいく。空後これジャンプがないからちょっと苦しかったけど取っていく。反逆2回折り戦のプラン。危ない危ない。ガン着地空した固めシールド仕切って食えぬそのバーガリー。何はなら食らっても大丈夫。まあまあまあ、まあ、バーストそろそろ村人の全てが何でも死んじゃうようになっちゃうんで。またなのかこれ。また何か。おお今のはこっちなんだよな。さすがにあれ2回目やったらもうエイムさん神と崇めるしかないっすよ。それはね